はいはい、じゃあちょっと回ってみましょうかね。高井田横穴公園。ここ降りてから、降りてから右に行ってくれたな、右に。あら、見えんがね、これどうなってんの。あれ、こうか、よ、あ、横穴なんだけど見えんがな、見られんがね。第三四号三号本見れませんかね。この横は、あ、これ大きいね。ああ、綺麗にしてあんねや。これは石組んでんのかな、違うのかね。どういうことだ。分からんな、これは。ここは、ここは何ですって。壁画、壁画見れるのかな。ちょっと行ってみようか。彫刻壁画、ちょっと上がってみましょうか。第三四軍五号本、はい、ちょっと上がってみましょう。前こんなのしてあったかな。どうも記憶ないのないんやけど、何もなかったな。ただね、手前から花を見ただけよ、昔来た時は。ほら、綺麗に入り口に扉がついてますよ、扉が。鍵がかかってんねんね。あら、真っ暗け、電気ついてんの。照明の、あ、切ってますかね。切ったら見えんがね、全くよ。残念。全く見えないんでございます。何にも見えません。ちょっといろいろね、説明してくれたけどさ、全然見えへんがね。全く見れんがね。残念でございました。第三四軍六号本。これね、天井の高さなんかわからへんわ。残念。手前はね、1メーター50ぐらいあるか。あら、奥の方待つともっと高いやろね。はい。残念でございますね。第三四軍七号本。七号本の本でございます。はい、なんと七号本。お、あ、上わからんか。ちょっと右にカーブしてんのかな。やっぱりあれかね、ただ掘ってやるだけかね。掘ってやるだけにしても大変やね、これね。ほら、これほら、ここにほら。なんか絵が掘ってありますわ。こんなとこに掘ってんねんな。これは埋まっとるがね。残念。埋まってます。第三四軍18号本。わあ、これはちょうどいいぞ。西日でちょうど見れるんちゃうか。奥行きが7、8メートルあるけど、高さわからん。高さ、手前は1メートルぐらい。奥、わからん。これは、どうなんだろう。壁を塗ってんねんな、おそらく。はいはい、ありがとうございました。第三四軍19号本。そんな大きないか。7、8メーターか。5本は。25本。25本がわからんがね。残念。ここにありますわ。28号本が。ああ、真っ暗だ。全然真っ暗だ。ああ、なんかあんだけどね、見えんな。残念やね。あれなんだろう。あれなんだ、これは。
見えません。真っ暗だね。これ開いてんのか。いや、開いてないな。第3信号28号分でございました。おお、ここにある、ほら。やり方ってな感じ、あの、こんな感じやね、3号分。3号、第3信号22号分。このやり方やわ、みんなな。やり方ですね。入れんな、鍵入ってるか。曇りやけどね、これやったら6、7メートルあるか。まあ、なんかちょっと真っ暗やけど。やり方しては、この経由のやり方はみんな一緒やね。22号。第3四分23号分。これも一緒やね、やり方。これ、ちょっと曇りやけど。ああ、にゃんこや。はい。にゃんこか。おいで。予想見とるわ。これも小さいですね。ちょっとわからんか。どれぐらいある?奥まで5、6メートルか。このやり方やな、やっぱり。ちょっとこれやり方違うな、これはね。これ上、何個か書いてないけど。こう持って、ここが中まで入れるのね。こう、なるほどね。中かなり広いで、横ね。うわ、上すごいことになってて、ここから言うと奥まで14、15メートルあるんだな。秋林広場、これぶっ立ってるか。18号分、見れませんけど、18号分ね、18号分入れませんけど、ちょっと形がね、ちょっと違うけど、これが12号分。12号分高さが1メーター3、40あるかね。ここは、これはね、なんや、奥行きが80センチぐらいしかないけど、3、4分、11号分かね。こっちは15分。これは深そうやな。ちょっと中見えんけど。ちょっと中が見えんけど深いね、これは。ここまで見ないから。いや、5、6メートルあるかもしれない。ちょっと見えないね。真っ暗ね。この崖のところにね、穴掘って。これはなんだ、これは一方してんのは椿かね。こんないっぱい落ちるもんかね。これは鳥のシワだかな。カラスかな。カーカー言うとるから、ほら、いっぱい落ちとるかね。